で、業者上がっときますか。あー、なるほどね。あなたが先手です。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、相手の方が角交換をしてきました。確かこっちが先手をね、先手をね、だから相手が一手損した形になるんか。で、相手の方右玉が得意って書いてあったよね。どうしましょうか。なんか4号桂9線見せて、無理やり、まあ右玉組んでもらって、こっちは、まあ中住まい風車にしていきますか。この場合は多分ね、4号桂速攻9線ないんですよね。金と銀でがっちり守ってるんで、さすがにないよね、と。で、右玉、おそらく右玉来るんだろう。まあまあまあ、こうやって上がっといて。で、そうね。なんか端とか突き合い入れときますか。俺はね、なんか左か真ん中に構えようかなって思ってるんで。まあまあ、地下鉄にするんでしょうね。で、これは、どうしようか。金上がっとくか。で、俺は真ん中に行こう。あなた右玉でしょ、と。で、歩ついて。引きますか。引いて、交換して、歩ってって感じにするか。まあまあ、引いて。まあ、歩交換は、してくるんでしょうかなと思ったら、違うんだ。これはまあまあ、そこは交換さしといて、で、俺もこっちは交換したくて、で、まあおそらく歩打ってくるんでしょうね。おそらく打ってくるんで、一番下まで引いといてって感じかな。さすがにね、この瞬間ここはこっちで追い返す手があると思うから、まあそれは取っといて、同銀にまあ歩っといて、で、俺も桂使っていって、まあそれは同歩で取っといて、で、歩で追い返しといて、で、香車上がっときますか。あー、なるほどね。そういう手があるのは知ってますよ、と。で、おそらく桂の頭狙ってくるんでしょうね。こっちとか狙ってくるんでしょうね、両方のね。なので、歩つきますか。歩ついて、まあ、同銀なら角が死んでるよね、と。歩突きます。角、まあ、銀下がっても角は死んどるよね、と。この瞬間に歩突きがある、まあ、歩突きで多分こっち攻めてくるんかな。と、歩突き、こっち、取って取られて、歩ついて、取り込まれる。金。まあ、ここの桂馬と、こっちの銀と交換みたいな感じとかな。こうやってこう、こうやった時に、こっちできてこう取られて。まあ、歩かな。まあ、行きますよね、歩。行きますよね。で、こっち着いたら、それは読みの範囲内で角もらっといて。7分。あー、そっか、ここに打てるのか。あ、違う、そこじゃない。これ跳ねとく？跳ねとく？
羽羽毒これ分からん、取った方がいいかな、羽毒かな、金はさすがに嫌じゃない、跳ねるか取るか、取って叩かれて、いやーどうだろうこれ、跳ねたいな、でもこれ手に乗って割り口なくしたいなという気持ちもあるんだよね。かこの瞬間に遠見の角とか風は打ちたくないでしょう。寄るかな、寄ったら歩成りがあるよ。いや角打ちたくなったな、角打ちたいな、角打ちますか。まあまあそれで相手からの攻めがなくなったように見えるんで、まあおとなしく歩取っときます。歩取って取られて、歩って下がられて、まあおとなしくいっとく。いやわかんねえな、わかんねえけどこうやってやるんかなみたいな。出よ出よ出よ、そうね、まあやっぱり相手の系統を攻めたいか。まあ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 、やっぱ桂馬の頭はね弱点なんで攻めたいし、なんならこっち側もね攻めていきたいし、これさ何が得意、一番5分まあおそらく下段飛車にはさせない方が得やと思われる。だからこれあえてこっち普通に取っとくのもあるんやろうけど、これね銀とかぶち込みたいけど、なんか角のラインから逃げられるのも尺だなみたいなところがあって、まあ取っといて桂とか打つんかな、で銀どいてくださいと。でもしそっちに下がるようなら、こっちの桂馬がジャンプ、いやこっちこれ桂馬金使っていくべきなのかな、金使っていって同銀同桂で跳ねていってみたいな感じでどうでしょうか。なんかこんな感じでこっちの駒をうまく使っていくべきなのかなとか思ったり、もしくは歩がもう一枚ぐらいあればね、歩叩いて同銀歩みたいな感じで攻めていきたいなと思ったりもするけど、でもこれさよく見たらこれ桂跳ねた時にどうすんだろう、同銀で取れんやろ、金当たりじゃん、こっち跳ねたら、なるほどね、まあまあそれ一旦金もらっておきましょうか、金もらっといて、でこの桂馬の当たりをさすがに避けたいよねということで、まあさこっちかな、まあこっちでしょうね。で歩成り残ってますよと、歩成りしたらここ角成り、角成りじゃない、歩成りしたらこれ王手飛車あるんで、まあこうやって伸ばしてくるのかな、なんか横利き通してきそうですよね。そこで歩とか打っといて、あなるほどね、なるほどね、まあそこ取らしとくか、こっちに逃げていきましょうということで、これ王手飛車が先にあるでしょっていう意味を込めて、まあ取らしといてって感じかな。これは王手飛車あると思うんだが、まあ歩かな、で角飛車取っといて、でこの時に相手から切り返しが歩は打てんやろ、桂馬、取って同銀に角成って寄って
なんか寄りそう。3分。取って取って取った時に下がったら金までやろ。こっちもアウトやろ。でここしか行き場所なくて、取って取って取って取った時に飛車離して打つか。ここしかないんだろ。あーでもあれ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 、取って取って取った時にこれ金。2分30秒。いやまあとりあえずやろう、とりあえずやろう。先の展開が見えることもあるのではないかと、やってみたら見えることもあるのではないかと思われる。でそうね、下からかな、やっぱ下から飛車かな。で上がらしといて、あこれ横からでよかったかって叩いてみたいなね、でもありましたよね。これさ叩いてなんかいいことありそうじゃない。あどうだろうこれ、まあ一回やっとくか、一回やっときますか。叩いて取ったら金銀とかで上から攻めていきそうな気がする。どうでしょうか。こっち入られたら銀からありそうやし、これなんかありそう。桂馬からかな。1分30秒。まあでも普通は叩くか普通は叩くんでしょうね。上上がってきて銀こっち来た時にまあそっち行くよね、普通はそっち行くよね。で、金打たれてもまだ大丈夫だろう。上から歩かな、上から歩かな。これなんか詰みとかあってもおかしくないんですけど、銀から銀から桂バラバラってやってなんかいけそうな気もしなくはないんだが、ちょっとわかんないですね。銀からあったかもしれん、銀からあったかも。でもう一回叩いてみたいな。あなんかあったかもね、あったかもね。これなんか銀から詰みそう。それは一回避けなくてもいいんか。これ取っといて。なんかあります？まあ、こっちに逃げていくよ、するすると。まあ、それ避けといて。避けといて。なんかありそう。1分。いや分からんけどぶち込んでみるか。なんかぶち込んでありそうな気がするよね。で取って、で叩いて、でそれは、銀からでいいのか、まあ金からでいくか。金からありそうなんだよな。でそれはこっち行っといて。はい、ちょっとありがとうございました。詰みあったかな、あったかもしれませんけど、ちょっと感想戦でね、見ていこうと思います。はい、感想戦やっていきます。今回ね、中住まい風車の形対、角刈り右玉の戦いだったわけなんですけど、70手目でね、相手の方が、ここに銀打ってこなかっ
ったんですよね。なんか叩くみたいな手だったと思うんですけど、銀打つ手はどうだったのかなと思って見てみたら、まあ1七角とかで合駒がないんで避けるしかないよねみたいな感じになってて、まあ普通こっちに避けるのかなと思ってちょっと調べたら、まあ5三歩成、まあ、と金作られて、まあ飛車取るんかなって感じで進めたら、まあ金ボロッと取られたらね、これはちょっと右玉としては崩壊かなっていう感じしますよね。これだって払ってるようじゃ多分金打たれるんですよ。あ、まあ角打ちもあるか。そっか、角打ち厳しいね。角打たれて、これ合駒銀移動しても金打たれてね、ボロッと取られちゃうし、かといって飛車は辛くない？金打たれるっしょ。ああ、そっち？そっち？金打ち同飛車じゃないの？金打ち逃げてじゃないの？こまあまあ、角成りでいいのか。あ、そっか。これ結局ここに利いとるもんね。角がね。で、飛車が、飛車打てるんだ。ああ、そっか。そら崩壊ですね。これまあ、避けたりするんでしょうけど、まあ、銀ボロって取られて。まあ、これはね、やっぱ風車中住まい型、風車中住まい側が勝ちですよね。なるほど。はい。で、本譜のね、99手目で、なんと11手詰めがあるみたいですね。これめちゃめちゃかっこよくない？ 11 手詰め。まず飛車打ちます。で、3三玉しかないよね。で、桂馬を2五に打ちますよと。で、もし仮に上に逃げてくるような手だった場合は、ここに金打って詰みになるんですよね。こっちでもこっちでも、金を打って、逃げれないよねと。この金は角が守ってるし、この桂馬は金が守ってるし、後ろ下がれないし、まあ上に上がるのはアウトなんで、玉は下に下がるんですけど、ここすごいよね。4四角。この桂馬が欲しかったと。桂馬で王手したかったんですね。ん？桂馬を取りつつ王手ができるっていうのはすごくて。で、桂馬打てば、これ結局上上がってこれんから、桂馬打って横寄るしかないんですけど、で、1三金。で対路封鎖しつつ桂馬ジャンプさせればちょうど銀が手持ちにあるからここに打って詰みと。これえぐいっすよね。この11手詰め見えたらこれまたねワンランク上のレベルに行けますよ。これ見えたらかっこいいな。まあまあ見えるようにねちょっとずつ頑張っていきましょう。はい。ということでね、今回ね、角換わりの中住まい VS、まあ、右玉の戦いだったわけなんですけども、まあ、これからもね、こういう感じで楽しめる将棋やっていこうと思いますので、ぜひね、グッドボタンと、グッドボタン高評価、もしくはチャンネル登録してもらって、ぜひね、楽しみにしていてください。ということで、今回もお疲れ様でした。お会いしましょう。